阿波踊四国三大祭りとは一般的に四国地方で開催される知名度の高い以下の三つの祭りを言う。四国三大祭りという言葉で呼ばれ始めたのは昭和の中高期以降である。この三つの祭りで最も歴史が古いとされているのは新浜太鼓祭りであり、その礎となる新居軍祭礼の起源は平安時代とも言われ、江戸時代に 現在の形になったとされている。次に古いのが、阿波踊りで、室町時代後期もしくは、江戸時代に始まったとされている。よさこい祭りは、太平洋戦争終戦後の1954年に、阿波踊りに負けないものを作ろうと始められ、年々と盛大になり、現在の賑わいを見せるようになった。マスメディアへの露出度から、阿波踊りとよさこい祭りは、全国的に知名度が上がり、 類似する全国各地の踊りにも大きな影響を与えている。新居浜太鼓祭りは歴史ある神事であることや喧嘩祭りを維持するために観光家に反対する地元民も多い中、大阪万博や国体開会式、海外派遣事業などを通じて全国的に知られるようになっていった。歴史や伝承、世論等に加えて青年会議所が行った祭り知名度に関する アンケートの上位となった、この三つが四国三大祭りと呼ばれるようになった。旅行会社の観光 PR や広告などでは、阿波踊りよさこい祭りを四国二大祭りとして表記されることもある。香川県高松市のさぬき高松祭り、愛媛県松山市の松山祭りなどでは四国四大祭りの一つと称している。愛媛県西条市では、和賀西条祭りこそが、 四国三大祭りだと話す市民も多い。ありがとうございます。